はい、今回の動画は Windows 10で写真のサムネイル表示をオフにする方法をご紹介します。 で、まあ、通常、ですね、Windows ではですね、この写真のですね、ファイルですね、まあ、今、このね、えー、動画のこれで言うとこの JPEG のこういうね写真のファイル、まあ、こういったファイルはですね、まあ、サムネイル表示といって、ですね、ねこのね写真のこのファイルをいちいちね、このダブルクリックで開かなくても、ですね、この中身が見えるようになっています。でまあ、この機能自体はですね、まあ、非常に便利な機能ではあるんですけども、まあ、例えばですけど、この会社で使っているようなパソコンで、ですね、この写真の中身をですね、他の人にちょっと見られたくないというケースもあると思いますんで、えー、そんな時はときはちょっと設定を変えること によってですね、このサムネイル表示をオフにすることもできますんでね今回の動画ではその設定方法をご紹介します。でそれではですねで今、こちらのですねこのね、まあ、フォルダの中にこうある、ね、この写真ですねこれがサムネイル表示が、ね、されている状態ですけども、まあ、これをオフにしたいときはです、ね、この上のですねこの表示タブのところこちらをですねクリックしてくださいで。この表示タブの中にですねこのオプションという項目がありますんでこれの上のですね絵のところですねこちらをクリックしてください。 はい、そして、このホルダーオプションのウィンドウが開きますんで、えー、さらにこの中で、この表示タブですね、こちらをクリックします。はい、そしたら、ここに詳細設定という項目がありますんで、これをちょっと、ね、画面を下に下げてもらうとですね、ここですね、常にアイコンを表示し、縮小版は表示しないというところ。 これがですね、標準だとチェックが入ってないので、サムネイル表示をオフにしたい場合は、ここにチェックマークをつけてですね、この適用ですね、右下の適用をクリックします。これで OK ですね。そうすると、これ今ね、見てもらってわかるように、先ほど表示されてたサムネイルがオフになるということで、まあ、こういった形でね、非常に簡単にこのオンオフの切り替えはできますんでね、この会社で使っているパソコンなんかで、ちょっと人にね、見られたくないなっていうときはね、オフにしてもらえるといいと思いますし、あともう一つ利点としてはですね、この表示速度も非常に速くなりますんで、まあ、パソコン使っててね、 あちょっと動きが悪いなって言った時はですねこれをオフにしてもらえるといいかなと思います。それではね今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。